はい、今日第7ラウンドにね、ナイター来る人にお伝えしたくて、動画を回しています。スマホでカミカミだけど、ノーカットでいきます。ご了承ください。でね、雪が降ってるんですよ。今日のね、昼過ぎから、スキー場、雪降ってました。で、スキー場の下の方も、センターハウス前も、雨とかみぞれじゃなくて、雪なんですよ。雪。で、これね、美味しいですよ。平日でしょ？で、雪がさ、降ってるからやめようかなとかさ、ひょっとしたら雨かもしれないからやめようかなっていう人が多いから、多分ね、だからガラガラに空いてますよ。で、今日ね、ナイターね、僕も夜勤じゃいけないけど、ナイター今日どういう、ナイターの時間も変わったで後で言いますね。どういう斜面になるか、どういう、雪質になるかっていうと、硬めのバーンの上に、今日ね、ガチガチと硬めのバーンの中間ぐらいの、硬さの斜面だったんですよ。高さもダイナも。で、その上に、雪が積もると、サラサラの雪がね、っていう感じになると思いますよ。これ見て、これがさ、前からあった雪、このグレーの透明っぽいやつ。で、これがさ、今降り、積もりつつある雪ですよ。ちょっとカットしてみましょうか。ザク。あ、わかりにくいな。ちょっと待ってね。このさ、地面で、ちょ待って、これでわかるかな？この辺のこのさ、この色加減わかりますか？この茶色い、古い雪の上に新しい雪積もってるじゃないですか。1センチですね。今のところ1センチ積もってる。1センチ。で、道路はこんな感じ。これ？このね、あの光の加減じゃないよ。白く見えるのは雪ですよ。光の加減ではありません。で、こうやってさ、こうやってやるじゃん。ほら。靴の跡。5mm、6mm、6ミリ積もってます。で、これが私の跡ね。だから今日、まあ遅く来たら、積もっとるかもしれん。まあ、チェーンまで必要ないかな、どうかな。で、チェーン規制するかな、微妙ですね。まあ、持ってきといた方がいいかもしれないですね。陸でサッドレスで、チェーンがなければ、チェーンつけてくれと言われるかもしれないですね。わからないですけどね。微妙ですね、この状態だと。はい。で、ナイターの時間ね、昨日から、今日の悩みだ。あ、今日から、変わりますからね、元に戻ります。元に戻るっていうのは11時までの営業になります。で、10時半に、リフトが止まります。で、お風呂の時間はね、変わるかもしれん。お風呂ね、ホテルビアモンさん、宿泊しなくても、お風呂が貸してくれる、500円でね、貸してくれるところなんですけど、ホテルのね、お風呂もね、時間戻るかもしれないけど、今のところわからんって言ってましたね。はい。で、じゃあナイターね、4時半から6時まで、リフトが止まります。今何時だ、夕方か。うん。ということで、リフター、ナイター楽しんでください。僕はもう夜勤があるんでね、帰らなきゃいけないんで、まあ、気をつけて来てくださいね。道路、雪ありますんで、この程度だったら除雪しないから、滑りますからね。はい。よろしくお願いします。じゃあ僕は、このフェラーリで帰ろうと思います。これ、いい車だな、これ。あ、かっこいいな、これ。これは、この辺とか、すごい魅力的ですよね、これね。はい。ぶつけられましたね、駐車場でね。狭いからね、駐車場。昔の車のサイズで作ってるんで。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、こんな風に第7ラウンドとか、高須スノーパークのゲレンデの混み状況とか、いろいろアップしてますんで、最新の動画を、がいいな。最新の動画を、古い動画がおすすめに載っちゃうんで、最新の動画が価値あるなと思う方は、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。バイバイ。さあ帰ろう。